助けに捨てられ、うちは結局木の葉の捕虜か。はい。さくらちゃんが大変だったってのに、何気持ちよさそうに寝てんだこいつらは。たく、ああ気持ち悪い。お前も寝るんかい。気持ちよさそうに寝てやがる、ナルトのやつ。何か吹っ切れたようだな。起こしてやって、それからちゃんと謝っとけよ。あれさくら、しかも一緒に寝てるし。起きろこら。では呪印は消えているんだね。呪印が消えたということは、断蔵ってやつならサスケがやった。サスケが、それはつまりサスケ君が殺したという。てめえも立ったと起きて説明しやがれ。まあ、起きろナルト。あの断蔵様が。詳しいことはこの子が知ってる。もっと詳しく話せよ。大体なんだよ、何があったか全然はっきりしねえ。望み聞いてやって、サスケまで見つけてやったのによ。ま、そう怒るなって気は。こいつのチャクラはすごく明るくて暖かい。たくやってらんねえぜ。男のくせにぐじぐじうるせえってばよ。ずっとぐちぐちしてたのはてめえの方だろ、ナルト。え、俺、こいつサスケとは正反対だな。昔のナルト君に戻ったみたいですね。成長してねえってことだろう。バカはバカだ、バカ。たく、何これ、さらに奥にこんなチャクラ。暗い。たく、キワ、てめえこそな、バカバカ。バカにバカだ。我々を縛っていた断蔵様の呪印が消えている理由。断蔵様は亡くなられたのか。なんだこいつら。暗部の根の者たちだ。ここにいる新しいほかげ。新しいほかげ。畑かかしさんを交えて。え、なんかそういうことになっちゃいそうなんだよね。まだ体痛い。ったく、不用意に地面でなんか寝るもんじゃねえな。いや頼んだよ。今日中には里に戻れそうだし。この花よくん、ナルトの兄ちゃん帰ってきたって。あ、あったんだこれ。おお、お前ら。あとは兄ちゃんのインタビューが取れれば英雄新聞が完成するんだ。また今度って、そんな約束したのに。親父から聞いたぜ、サスケのやつが。後で詳しく話す。悪いけど、みんなを集めといてくんねえか。やり合ったって、お前サスケとか。わかった。ねえ、ナルト兄ちゃん。ちょっと、このハマルちゃんもなんとか言ったら。何言ってるの、このハマルちゃん。どう見てもいつも通りのナルト兄ちゃんじゃない。こいつは情報部で身柄を預かる。知っていることは皆聞き出そう。もともとはオロチマルの部下だったのが、サスケの仲間になり暁として動いていた忍びです。それとサスケと断蔵との戦いの場に居合わせていたようです。喉もカラカラだから、なんか飲み物ちょうだい。カカシ、この葉隠れの里は今命令系統がズタズタだ。マルにずっと過酷な労働を強いられて。お前の生い立ちを聞いてんじゃない。暁、サスケ、カブトについての情報を聞いている。取り調べこいったらカツ丼だろこれ。何がカツ丼だ。うちだって被害者なの。たく、揃いも揃って。すみませんラーメンじゃダメか。ありえない、絶対カツ丼。この里も明るくて